自己中で行こう。は、日本の女性アイドルグループのぎざか46の楽曲。2018年8月8日に、の木坂46の21作目のシングルとして、N46DIV から発売された。秋元康氏が作詞、ナスカが作曲した。楽曲のセンターポジションは、斎藤アスカが務めた。DVD 付属のタイプ ABCD。 CD のみの通常版の5形態で発売。前作、シンクロニシティから、およそ3ヶ月半ぶりのシングルである。乃木坂46の21枚目のシングルの、発売は2018年6月17日放送の、乃木坂工事中のエンディングにおいて発表され、7月2日、放送の同番組で選抜メンバー及びフォーメーションが、発表された。7月8日に、 明治神宮野球場と秩父の宮ラグビー場で同時開催された、乃木坂466やバースデーライブでタイトルが発表され、兄弟曲、自己中で行こう。と、カップリング曲、三角の空き地が初披露された。7月12日に本作の収録内容が解禁され、7月14日に音楽の日で、兄弟曲、自己中で行こう。が、 テレビ初披露された。本作のジャケット写真はグラフィカルな夏のファッションフォトをコンセプトに7月初めに東京都内のスタジオで撮影された。スタジオには夏を連想させるアイスクリームやスイカ、プールなどの大型の美術セットが組まれ終始笑いの絶えない明るい雰囲気の中で撮影が行われた。カメラマンは広告写真を中心に活躍する。 高梨良平が務めた。本作は2018年8月20日付、オリコン週間シングルランキングで推定売上げ約98万9000枚を記録し、初登場1位を獲得した。シングル1位獲得作品数は20作連続、通算20作目となり、通算1位獲得作品数、シングル連続1位獲得作品数でいずれも、女性グループでは、 歴代単独2位となった。ビルボードジャパントップシングルスセールズでは、初週推定売り上げ105万2776枚を記録し、同じく週間1位を獲得している。ミーソン遺跡選抜メンバーは、前作同様21人で、前作同様1列目と2列目を合わせた計14人が、14、副人となっている。センターは、斉藤アスカで、15スシングル、裸だで、 サマー以来6作ぶりとなる単独センターを務める。2期生の鈴木綾音は、加入から5年で、初選抜。3期生の岩本蓮香、梅沢美奈美も初選抜と同時に、初副陣となった。斉藤由里は、いつかできるから今日できる、以来2作ぶりに選抜に復帰した。前作卒業した、生駒里奈と活動休止中の久保文雄里に加え、寺田蘭勢。 樋口かなが選抜から外れた。梅沢みなみは初センターとなる。中田花はホースシングル、制服のマネキン収録のアンダー楽曲、春のメロディー以来約5年半ぶりのアンダーセンターを務める。2ファーストの活動には、不参加の久保を除く3期生の楽曲。歌唱メンバーは、兄弟曲の選抜メンバーと同じ。空扉に関するカテゴリー。ありがとうございます。